りの兄さん、リュウジでーす。バン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 ということでですね、今回は自分のギャグではちょっと今回は皆さんね、カレーに隠し味って入れるじゃないですか。その隠し味の中で何が一番カレーを美味しくするのかって皆さん知ってますか？これ完全に僕調べなんですけども、実はですね、それはなんとでバナナです。そんなバナナってね。さあ、それでは今回はこのバナナを使ってバナナカレーを作っていきます。はい、ということでね、食材説明をしていきたいと思います。まずですね、豚肉です。今日はね、ポークバナナカレーなのでポークです。ポークの細切れですね、 300g。 このカレー煮込まないんですけども、豚こま肉が一番安いので、豚こま肉でいいと思います。油分がちょこっと多い方が美味しいかなっていうふうに思います。あとね、みんな大好きジャワカレーですね、半箱分を使います。あとですね、もうこの可愛いオニオン、まあちょっと小さめのサイズなんですけど、これ1個使います。そしてこの力強いガーリックです。こいつが1匹です。で、あとこのたくましいバナナです。これが1本です。あとちょっとこれは別に見せとかなくてよくなかった、これ俺がいつも砂糖のご飯を食べてるとバレちゃうんで、今回は砂糖のご飯を使っていきます。1泊です。以上の食材でやっていきます。はい、ということでですね、やっていきたいと思います。いやー、まずですね、玉ねぎです。玉ねぎはですね、僕の切り方ですね、両方ね、切り落としていきます。はい、で半分に割っちゃいます、このままね。そうすると皮がつるんと剥けますので、薄切りにしていきますね。ニンニクです。ニンニクはね、後でね、すりおろすんですよ。なのでポケツを切り落として、芯だけね、取っといてくださいね、これね。はい、芯、はい、こんな感じ。はい、あと生バです。剥いていただいて、バナナは大きさがね、あるので、だいたい 100g ぐらいが一番いいです。あんまり多すぎてもバナナバナナしちゃいますんで、グラムをね、ちょっと測りたい。結構ね、大きいバナナだったので少しね、加減が必要かもしれないです。こんな感じで、ね、後々潰しちゃうのであんまりあれなんですけども、輪切りにしてあげてください。できれば黒くてですね、シュガースポットのある熟れたバナナにしてください。その方が美味しいです。感じですね。これで 100g かな、これぐらいの量になります。残りのバナナはですね、食べます。これで下準備は OK です。ちょっとね、皆さんから飲んでなくないっていう声がね、聞こえてきそうなので、飲んでいきたいなっていうことで、この間いただいたマッカラも、皆さんマッカラ知ってますか？僕ね、名前知ってんですが、あんまり飲んだことないですよね。これマッカラもなんとハイボールで飲みます。あー、こぼれた。炭酸を適量です。これでね、黄金色に光る美味しい真っ赤なハイボールができました。いただきます。うまい、濃くない。やってきます。フライパンに火をつけます。で、ここにですね、サラダ油小さじ2ぐらいかな、玉ねぎを入れていきます。ちなみにこの玉ねぎね、電子レンジで1分ぐらいアップせず加熱すると時短になります。入れたらなるべく広げてください。で、お塩です。適量振ってください。これなんで塩を振るかというと、塩を振ることによって野菜の芯の関係でですね、野菜の水分がね、どんどん出てきて飴色になりやすくなるんですね。一番ね、幸せだなって感じるのが、この食材の焼けた音を聞きながら飲むハイボールなんですよ。幸せな一言わかるかな、みんな。飴色に炒めていくときのコツは、あまりね、いじんない方がいいですね。まあ、僕今結構いじっちゃってるんですけど、広げて、しばらく経って、下にね、いる玉ねぎたちが、焦げてくるんで、ああ、いいですね。焦げ目が、ちょこっとついてきたら、ここでね、バナナも入れちゃいます。バナナ。こうやって潰しながら、炒めてください。事前にフォークで潰しといてもいいです。こうやってね、甘みをね、玉ねぎを同化させちゃっていいんですよ。これね、人に教えるとね、めちゃめちゃびっくりされるんですよ。いやいやいや、リュウジさん、今回ばかりリュウジさん、カレーにバナナって、そんなバナナって言われたんですけど、でもその人はね、食べた時もそんなバナナって言ってました。
飴色にしていきます。で表現はね、絶えずかき混ぜられるてる人は強火でいいです。でも、ちょっと心配だなって方は中火とかでも全然いいです。あの、焦がさないようにしてくださいね。焦げるとね、カレーの味変わっちゃいますので、でもまあ多少は焦げても大丈夫です。これぐらいのこうペースト状になってきたら、まあ、絶えず混ぜていった方がいいですね。はい、でですね、バナナと玉ねぎが飴色になりましたので、そしたらね、ここでね、豚こま肉を入れて、こうやって焦げましょう。大きいなと思ったらね、ちぎっちゃいましょう。はい、ちぎっちゃいましょう。めんどくさかったらもう全部入れちゃってもいいです。別に豚肉に焦げ目をつけようっていう魂胆じゃないんです。香ばしい香りはバナナと玉ねぎで補填されてますんで、まあ、軽く炒めるぐらいで、あとね、ここでね、まず塩コショウ、お肉にちょっと下味を入れます。胡椒は思ってる3倍です。あー、やっぱ胡椒が入るといいですね。香りが良くなりますね。やっぱこれ飲まないとやってられないですよね、ほんとね。そうですね、まあこんな感じで炒まったら、160cc600ml です。入れていきます。カレーライス作ってるとやっぱり思い出しますよね、あの人のこと。ソヌ分かんないか世代の人は分かると思います。はい、沸騰するまでちょっと待っていきます。で、ここで調味料を加えていきます。おろすにんにくです。おろすにんにく、これ1かけ分ね、たっぷり入れちゃいます。これなんでね、ニンニク入れるかっていうとね、香ばしさがね、格段に違うんですよ、ニンニクを入れると。だから僕はね、基本的に自分で作るカレーは大体ニンニク入れてます。こうニンニクがね、ものすごいね、いいスパイスの役割をするんですよね。これはね、生ニンニクの香りはね、ルーでは表現できないんです。なので、生ニンニクを入れます。で、バター 10g です。これでね、コクが結構出ますんでね、バター入れてくださいね。そしたらね、ウスターソース、小さじ2、なければ中濃でもいいです。で、ね、ウスターソースって、ね、結構いろんな香辛料が入ってるので、スパイスの代わりの役割をするんで、グツ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 ね、グツグツ、めっちゃいいグツグツになってますね。グツ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 からのゴクゴク。はぁ、もうね、沸騰してきたら火を一回止めます。このジャワのカレーを入れていきます。でね、混ぜてください。で、ね、カレールーを入れた後はあんまり加熱するとカレーの香りが飛んじゃうんですよ、実はね。なのでグズグズ煮込んでるところに入れるのは良くないってこれでハウスの人が言ってました。ハウスの人が言ってるんだから間違いありません。溶けたら一煮立ちさせましょう。すぐ沸いてくると思います。はい、じゃあこれぐらいね、ルーを溶かし込んで一煮立ちさせたら、もうこちらでバナナカレーの完成です。はい、はい、はい、そしたらバナナカレーの完成でございます。はい、それではですね、早速食べていきたいと思います。いただきます。あ、これ無くない？お肉がたっぷり入ってていいですね。とコクがね、めちゃめちゃカレーに足されてる。でね、本当になんか感じ的にはフルーティーなカレーになってますね。これはうまい。バナナは正直ね、残ってないんですよ。これバナナはね、全部ルーに溶け込んでます。でもどこかにね、いるんですよね。なんていうんですか、縁の下の力持ちというか、すごくね、いい役割をしてるんですよ。この自然な甘みとフルーティーな香りっていうのは、バナナで成し得ないですね。チャツネってあるんですけど、カレーを入れるときに、あれを、まあ、結構ね、あれってね、カレーコーナーにあったりして結構高いんですけど、それをまんま入れたような味がしますね。チャツネいらずですね、これね。
やっぱり炒めて旨味と香りを凝縮することによってカレーにすごくね生きてますね。僕ねカレーのレシピもかなりいっぱいあるんですけども、これはねかなり好きな部類に入ります。あ、バナナを入れるとこんなにカレーって豊かな風味になるんだっていうのを皆さんに本当に体験していただきたい。マジびっくりするから、これ本当に最高のカレーになるのでぜひ皆さんやってみてください。では皆さん、今日の動画いかがでしたでしょうか。今回のね動画面白いなとか食べてみたいなとか思っていただいた方、ぜひチャンネル登録をお願いします。